旧島市立磯部郷土資料館の館内島市、歴史民俗資料館は、三重県島市にある郷土史博物館。ここでは建物を共有する島市役所磯部支所、島市磯部生涯学習センター、島市立図書館磯部図書室、前身の島市立磯部郷土資料館についても、記述する。歴史民俗資料館、磯部図書室、磯部生涯学習センター、 島市役所磯部支所の4つの機能が1つの建物の中に収まっている。建物は市町村合併前の磯部町が役場新庁舎として建設を開始し、合併後の2005年2月22日に竣工した。建物1階北側に設置。島の暮らしや文化を保存し、宝物を展示することによって市民共有の財産として後世に伝えることを目的とする。 明けぼの、祭り、暮らし、生業、改装法の5つのコーナーからなる。開館記念イベントとして、三重県立博物館の移動展示会、海の恵みと賑わいアゴワンと、熊野だからが行われ、海を支える森、アゴワンの干潟の自然、エビやミリオの賑わい、熊野灘に住む、クジラたちの4章に分けて展示された。2016年3月2日、 当館所蔵品のうち3828点が、島半島の生産用具及び関連資料として、日本国の登録有形民族文化財に登録を受けた。登録された生産用具の多くは、島民族資料館から引き継いだ農耕、魚老に関する生産用具であり、鹿児島にあった国立新宿研究所から引き受けた資料も含んでいる。建物一階南側に設置。 建物2階北側に設置。2005年2月22日に竣工し、同年3月3日にジャズボーカルグループ、ブリーズを迎えて、開館記念コンサートが開かれた。建物2階南側に設置。旧島市立磯部郷土資料館1957年9月22日に、移転した磯部町役場跡地に設置されていた。磯部町の歴史、民族、 地理に関するものが展示されており、国の重要向け民族文化財に指定されている磯部のご神殿に関する展示が詳しかった。東側の一区画は企画展示コーナーになっており、様々な企画展示がなされていた。通常は資料保護のため消灯しており、見学時は1階の事務室に申し出ると電気をつけてくれた。三重交通磯部バスセンターより徒歩約10分。 近鉄島線島磯部駅より、徒歩約15分のところにある。丸山隆ダウン上の人の絵添えて、各地のおひなさま展、島2014年2月19日付長官、伊勢島版14ページ三重県、環境生活部分化振興課三重県内の、博物館、資料館、島市歴史民族資料館 AB 島市、企画広報課編、10ページ AB 斎場都市を、 ふるさと再発見島市歴史民俗資料館と、島国自然と人の暮らしを紹介中日新聞2012年8月18日付長館、伊勢島版16ページ ABC 林和茂。島市歴史民俗資料館、海館広告など5コーナー会の恵みテーマ、今日から企画展、見え、毎日新聞、2016年8月16日閲覧。 ウェブ魚拓による2012年8月16日時点のアーカイブページ。ハット ABC、島半島の生産用具及び関連資料が国の登録有形民族文化財に登録されました。島市教育委員会事務局障害学習スポーツ課。2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月16日閲覧。 abcdefghi 島市の文化財島市教育委員会編1ページ現地の掲示による島市第5章教育文化の志し現地壁面の記載による ab 施設案内島市立図書館2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月16日閲覧ありがとうございます